何年ですか。この道はね、14年ですね。整備です。うずじゅう。おい。ハロー、エブリワン。It's time for the 美味しい日本食。今回はゼンガール。ゼンガールと一緒に福岡の美味しいものを食べに鮮魚居酒屋に行ってきます。実は日本の南の美味しいものは福岡に集まってるんですよ。じゃあ今から行きますよ、福岡へレッツゴー。もうすぐ着きます。はい、着きました。ここは福岡でも有名な鮮魚、もう、はい、もうその場でさばいてくれるから、楽しみですね。めちゃくちゃ美味しいから、じゃあ行ってみましょう。行きましょう。うん、いいでしょ、いいでしょ。失礼します。お願いします。このお店、これライブ感なんですよ。すごいでしょ、ライブ感。めちゃくちゃかっこよく切りますね。この道何年ですか。この道はね、14年ですね。すごい、14年。福岡の料亭で、気持ちいいもんね、なんか見てて。ホテル規模で来てる。オッケー、カワハギ行きまーす。カワハギ、うわ綺麗。僕の名前は長谷川なんです。ここ長谷川って書いてます。伊藤お菓子っていうお店の名前ですね。ここ本当おすすめだから。飲み物お決まりですか。うわThank you. いただきます。これごまさばといいまして、福岡の名物なんですよ。でもうさばを生で食べれるっていうのが、新鮮じゃないと絶対食べれないわけ。混ぜて食べるのがおすすめ。混ぜると味が混ざってとってもいい感じです。身がプリッと締まってて、ごまの香りと新鮮なサバがマッチして、めちゃくちゃ美味しいです。美味しい、入りました。ありがとうございます。うわー大きい伊勢海老です。よいしょ、お願いします。うわはい、うわっ、うわっ、うわっ、ありがとうございます。プリップリで生きてるからか、ちょっとピクピクって口の中で動きます。おいしい。美味しいです。福岡の刺身醤油甘いんです。工場見学しましたね。純連が、純連が来ます。セルビー、あれちょっと伊勢海老が今映っちゃいました。すごいね、プリ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 なんですけど、何か甘みがあって、何だろう、食べないと分かんない。だからここに食べに来た方がいい。いやー、もうグッドアイス、もうナイス、最高。よかったら一切れずつ。どうぞどうぞ。これが福岡のいいとこなんですよ。とんでもないです。とんでもないです。いただきます。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。めっちゃ美味しいです。やばい。めっちゃ美味しい。ありがとう。ありがとうございます。美味しいものいっぱいあるけん、福岡キーロー。おお、完璧だ。アナゴです。これはアナゴですか。アナゴでいい。これが福岡の
楽しみ方なんですよ。カウンターとかでみんな優しいからすぐ仲良くなる。みんないい人、優しい。いや、京都のポイントなんです。卵これは何ですか？これはアナゴのたたきです。たたき、たたきですから、ちょっと炙って香ばしくなっていただく。結構じっくりなんですね。ですね、カリカリになるまで。一応立ちツールと準備してね。これが刺身の盛り合わせです。はい、今この店どうだ。この店2階もあるんですよ。でも絶対おすすめは、おすすめは1階のカウンター、ここ絶対に、ここめちゃくちゃおすすめ。これ日本ではつけだしって言って、居酒屋には必ずこういうなんか一品が出てくるんですよ。コース料理だと出てこないですけど、本当アラカルトで頼むとこういう一品料理が出てきます。一品料理だいたい500円ぐらいかな、300円から500円でこれがちょんと出てきます。これ食べてねって言って出てくるんで、ぜひこれ美味しいんで召し上がってみてください。このつけだしの美味しさでその店のレベルが分かります。ここはちゃんとやってますね。サバ節ラッキー。うん、初めて食べたんですけど、ラクロもサバも、なんだろう、独特な味で難しいです。絶対頼んだ方がいい。絶対頼んだ方がいい。美味しい、美味しいです。デリシャス、デリシャス、デリシャス。サバ飲みたかった。大丈夫、来ました。こうやって来たらもう忙しい。これは白焼き。これ塩が何ですか？文字用です。文字用ですって。これ、これが文字用ですね。表面パリパリ、中ふわふわ、はい、焼肉みたいな感じです。火加減ですか？火加減だと思う。火加減と愛情、ね、言わせちゃったよし、行って白焼き。はい、白焼きですから、もう中ふわ、外カリ、サクっておっしゃってましたね。口に入れた瞬間めちゃめちゃふわふわで、これはめっちゃめちゃ美味しいです。カリカリで中ふわふわでジューシーです。もう海のお肉と言っても過言ではないです。うわ、コメントが上手になってきてる。香ばしい、新鮮な香ばしさの香りが。タコスを絞ってください。この柑橘を絞るときはこっちの皮側を下にしてください。そうすると香りが下に飛びます。顔上にしちゃうと上に飛んじゃうんですよ。こういう風に絞る、それがポイントですね。やってみてください。はい、いや、ちょっとまたギリッ、美味しそう。あ、なるほどね。何個食べても美味しい。めちゃめちゃベリー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 です。これは絶対に食べた方がいい。めっちゃ美味しい。アナゴの白焼き絶対ですね。はじめの最高、はい、いただきます。ふわふわカリジューシーみたいな、めっちゃくちゃうまい。デジャース、これ絶対頼んだ方がいいです。白焼き頼んでね、最高。よいしょ、でかい、すごいぞ。これは見てください、手、長崎県っていうところの15年クラスです、すごい。もう何が何だか分かんないですね。店の後作り、後作りって言うんですか。
伊勢海老の旨味が金額で詰まってます。ベリーグッド味噌スープ。オッケー。今食べた。大丈夫。ごちそうさまでした。いや、むっちゃくちゃ美味しかったです。ここ福岡なんですけど、全侍が考える魚の一番美味しい、日本一だと私たちは思ってるんですけど、美味しいのがここ福岡で、このお店伊藤おかし、むちゃくちゃおすすめです。東京から飛行機で2時間で来れるんで、お魚食べに来るなら絶対ここ来てくださいね。気になる飲食店があればぜひコメントください。はい、飲食店ここ行ってっていうのを教えてください、コメント欄で。じゃあ今回もとっても美味しかったですね。はい、 See you! バイバイ。